寒いのにこんなの食べちゃいます。こんにちは、ありがとう。激寒、地下はやっぱりめちゃくちゃ寒いんですけど。こんにちは、お疲れ様です。こんにちは。めちゃくちゃ地下は寒いんですけど、アイスを食べちゃいます。うん、ハニー、なんこれ違うじゃん。ちょっと失礼しますね。ちょっとごめんね、お待たせ。待ってないか。こんにちは。ショールームは水着がダメということで、ワールズペディアさんが一足先に。どうなんやろ、みんなにはもう入れてんのかな。みんなどうなん、もう見て まだか。明日にならな、みんな無理か。明日届きます。あ、そっか。それで舞台の日とかここら辺を使って皆さんゲットしてくださる感じですかね。あの NMB48 オフィシャルオンラインショップで買っていただくと、私と弥生ちゃんのペアのグラビアの特典かとか、個人の特典、オフィシャルオンラインショップは私と弥生ちゃんのペアのやつが特典がもらえます。個人のやつもぜひゲットしてください。ということで1ページ目からいきたいと思います。はい、1ページ目めくりました。ドーン。はい、まあね、これはそうですね、4人のショットから始まって、まあ、今回は白水着なんですけど、いいですね、密集してますみんなが。はい、なんか砂浜になんか描いてたりねするんですよ。安定のあのショットがあったり、やっぱこのね姿は絶対見たいよね、メンバーの水着でのこの姿はって感じのやつが。今回ペアは辰本弥生ちゃんとなんですけど、水着グラビア久しぶりですか。そうですね、ガールズペディアさんがちょうど1年ぐらい前で出させていただいたの以来なので、でまたガールズペディア、私ガールズペディアでしかグラビアやってない、なんかほぼやりたいんですけど他でも。そう、今回はポニーテールをしました。え、あのさ、めっちゃ漏れてるんです、私。水立つコンビ初めて聞いた。そう、今回私ね、あの白いソロカットじゃない方、ペアショット、ペアのグラビアの方がめっちゃ漏れてます。言うときますわ。やっぱポニーテールがいいんかな、どうなんやろう。あと光
もういいわ。弥生ちゃんにあんなことをしたり、え、表紙漏れてるなって思いました。ほんまに私的にはちょっと微妙かったんやけど、けど中身のペアがめっちゃ漏れてる。室内やからかな。ちょっと弥生ちゃんにあんなことやらせてもらってるんで、皆さんごめんなさいね。本当にあの弥生ちゃんのファンの皆さんは本当にごめんなんやけど、ごめんなんやけど、ちょっといけないことをやっちゃってるんで、すいません。ほんまにやっちゃったんですけど、楽しみにしてください。すごいね、フーはやっぱりでかいんだよね。ほんで身長差が、え、ソロの写真ってエビツタのポストカード、やばかわ、あれは漏れてました。確かにあのポストカードは、え、まださソロショットの写真って公開されてないですっけ、されてないっけ。やっほー、そう、ソロの写真、ソロの方も普段マジで着たことない、今まで多分着たことない水着は、まあ普通なんですけど、これをね、多分私は水着の上にさらにね着てるんですけど、これ初めてやわ。プジマともペアグラビアやってよ。それはもうあのマネージャーさんに言っていただいていいですかね。私には何も権限がないので、はい。で、誰が見たいねん。ごめんなさいね。小島とのグラビア見たいですかって。フーは何センチなんやろ。そう、今回、しかも一人の時も髪の毛ちゃんと変えてるんですよ。ハーフツインに。あ、ボーダーのやつ出てます？もう。ボーダーのやつって。あ、もう出てます？もしかして出てんのか。そう、つなぎっていうかサロペット短い。ガールズメディは徐々に脱がされていく印象。あ、そう、みんなそうですね。今回も徐々に脱がされていってますね。確かに確かに絶対脱いでいくもんな。姉ちゃんとのペア期待してるよ。でも前回そうでしたよね、ジョニーさんと。こんにちは。うまー、アイスうまー、モナカ大好き。ロキッキーでグラビアしてほしい。あ、そう、でもね、そう、しおりもそれ思ってさ、まあ小島がグラビアあんまやってないからあれやけど、なんかあの T シャツアップティーの、ね、コラボさせていただいたじゃないですか最近。その時になんかメンバーが叶えたい夢みたいなの書く時があって、そう、 T シャツ一番1位やった人は夢叶えていただけるって言ってみゆきさんが写真集を勝ち取ったんですけど、 そう、それで私あの叶えた夢を何やっけな、なんて書いてたっけ、あ、違うこと書いてて、でも最初は5期生で3人でグラビアの表紙がしたいですって書いてて、まあでもそれは無理って言われたんで無理だったんですけど、そう、 NMB オフィシャルグッズのサイトで生写真出てます。お、どんなんやろ、私またチェックできてないわ。そう、見てた。あー、チーム M か。ほうや。うまーい。アイスうまーい。配信してます。はい。ん？呼んでる？今？やだ、え、今もう撮り終わりました？まもなく撮り終わるんで。ああ、なるほど。よかったらいる人もっていうので。はい、ありがとうございます。え、別に今すぐ行かなくても大丈夫ですか？何ぐらいで。
あ、もうすぐでも終わりますけど、はい、大丈夫です、あの、言っときます、はい、すみません、ありがとうございます。食べるとこは見せないシステム、そう、小島さんは NG じゃないんですね。あ、水着、別にそう、小島はグラビアを NG 出してるわけじゃないんですよ、皆さん知ってますか。ただ本当に多分、でも、え、皆さん久々に見たくないですか、小島のグラビア、どうですか、見たいですよね、ちょっとね。え、マジで普通に3人でやりたい。めっちゃ面白そう。オファーがないかどうかは分かんないこと、分かんないよそれは。お寿司食べたい。撮影なしなんで、うん、食べるって感じでいつでも大丈夫。あ、ありがとうございます。あります、いっぱい、ありがとうございます。ボーダーのやつ見、やはりキーンきた、ボーダーのやつ見てきたけど、かわちそうでしょ。こんにちは。あ、そう、5日の公演出ます。みんな どうですかね。あ、5日申し込んだ、ありがとうございます、ありがとうございます。面白い食べ方ですね。そう、あの、そう、口に含む瞬間を見せないっていう、そう感じでやらせてもらってます。先行って。3人のグラビアが見たいってどこに伝えたら実現されるんですかね。どこなんやろ。あ、なんかグラビアのあれじゃないですか、なんかあれ、アンケート、ジョンジスさんが出てるやつとか。舞台頑張って見に行けないけど、ありがとう、気持ちだけでも頑張るよ。でも、あの、ぜひ見に来れる方はまだまだチケット発売中ですので。絶対めっちゃ酔うよな、ごめんな。向井日おたの親友をひよりちゃんの寮に連れていくね、ありがとう、優しい、待ってる、うん、まあまあ。いやね、ほんまにさ、あの、舞台楽しみすぎるね、ほんまに。私もめっちゃ楽しみ、もうだってね。ね、もうすぐですよ、やばくない、楽しみすぎるんですけど。バナナ食べてる？はい、バナナ食べてます。じゃあね、食べるときにさ、ここでこうやって食べたらさ、なんかそう、ちょっと私あんま食べてるとこ映したくない人なんですよね。なんかそういうメンバー多いと思うんですけど、よく聞きますけど、食べてるの、それ嫌なんですよ。
笑わずにできそう。どうやろう。あ、何でも大丈夫です。ありがとうございます。でも私そう真顔は別にそうだから本当に何も考えなければいけるけど、本当に笑いをこらえるのがマジで今日もさ今までと違うさ感じでやられてさ、森屋さんがめちゃくちゃ面白い、もう笑ったらあかんとこで笑っちゃいそうで、だからもう絶対森屋さんの顔は見ないって私はもうあのシーンでは絶対に見ないってもう決めました。はい、楽しみにしてください。13位、帽子さん。12位、プリンだ。アードモンドさん、いっぱいありますね。こいつもねーと言うてるわ、もう本当に。12位、まどかさん。11位が古島博士さん、10位が、うわ、またみんな、なんか今日漢字の人多い、しょうよさん。9位が、はだのさん。8位が、たっきーさん。7位が、おっくんさん。6位、なべさん。5位が、たかしさん。4位が、いいとさん。3位が、ゆうさん。2位が、野原しんのすけのすけさん。1位が、じょうさんです。ありがとうございます。いや、本当に面白い。どうしよう。この面白いからほんまに見に来てほしいっていうのを伝えたい。本当に。だからぜひ来てくださった方、1日目来てくださった方とかは、ぜひデザイアーズマンションとかそういうなんかハッシュタグいろいろつけて、その感想とかなんかいっぱいつぶえてくださったら嬉しいなって思います。あんまそのネタバレしない程度にそうしてくださったら嬉しい。はい、配信お疲れ、ありがとう。お話会行きたいけど隣のレーンがあのお方やからめっさ悩んでる。誰？私の隣。それで来てくれないんですか、悲しい。なんかマジで待ってるよ。そう、お話し会とか握手会もね、また受付始まるので会いに来てくれたら嬉しいよりん。じゃあありがとうございました。バイバイ。お寿司